マミさん、に普段、週末に何をしていますか今は春なので、花見に行ったり、カメラを持ってあちこち散歩したりしています。季節によって過ごし方が違うんですかええ、違いますよ。夏には海に行ったり、キャンプに行ったりします。秋には、 紅葉を見にいったり、冬にはスノボをしたりしますよ。マミさんってずいぶんアクティビなんですね。家にいるより回出するのが好きです。カヨさんは普段、週末に何をしていますか私は最近、ピアノ教室に通っています。すごーい ピ楽器ができる人って羨ましいです。い,いえ、そんなことないですよ。ピアノを習っているといっても教室に通い始めてまだ3ヶ月なので。そうなんですね。そういえば最近 k p o p ダンスの教室で、 体験レッスンを受けたんですけどとっても楽しかったですよ。ここ最近人気の習い事ですよね。そこに通えば韓国アイドルのダンスが踊れるようになるしいいですね。じゃあ一緒に通いませんか一緒に通った方がもっと楽しいですよ。 それに、初心者が習いやすいように簡単に教えてくれますよ。そうなんですかじゃあ、一度体験授業を受けてみようかな。